さあ、本日参りましょう。ミスター武士等の戦国話。本日は、日本史、幕末の出来事解説 !8 月18日の政変編ジョイだ、ジョイジョイがジョイジョイ、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 ジさあ、 8月18日の政変でございます。幕末を語る上では、絶対に欠かすことができない、すごく大きな大きなイベントです。晴天をつけよう中でも、渋沢栄一たちが、横浜焼打ち計画っていうね、壮大な計画を立てていましたけども、あの計画が飛んだする、そのね、要因になったのを、この8月18日の政変でございます。この政変が起きて、それまで上位上位って言って、すごい力を持っていた、尊王上位のグループたちの力が、わって弱まっちゃったから、あの、小高超一郎が、やめとけ無謀だと。 そんなことするんじゃないっていうふうに止めたわけですね。はい。なぜそれまであんな上位だ上位だ尊王だって,ってうわーって盛り上がっていた尊王上位のグループがこの8月18日の政変でなぜ弱まってしまったのか8月18日に何があったのかこれをお話ししたいと思います。それでは行きましょう。これをね覚えた上で幕末のドラマ見ていくと非常に面白いと思います。明治維新を理解する上では絶対に欠かせない で来事ですかね。それでは行きましょう。8月18日の1863年ですね。文久3年に起きた出来事でございます。さあ、この頃の今日の情勢というとですね、その時今日で力を、ね、力を持っていた藩っていうのは、薩摩、長州、都佐だったわけですね。まあ他にもいろいろ言うんですけども、まあこの代表的なこの3つの藩っていうのは力を持っていたんですが、この3藩の間に亀裂が生じていたんですね。まず、薩摩。薩摩は、後部合体をやりたいよってことを言ってたわけですね。幕府と天皇、力を合わせて、大名連合みたいなね。 そういうのを作って、大名天皇連合みたいなのを作って、それで、この国難に対処していこうとなってるわけですね。ペリーがやってきたりとかね、外国人がやってきて、日本やばいよっていう中で、みんなで力を合わせてやっていこうぜ。で、そのみんなで力を合わせてやっていく中で、えー、俺がリーダー格ってやりたいのが、薩摩ですね。はい。薩摩は覇権を取りたかったわけですね。後部があったりうで。さ一方、長州は、もうビンビン尖ってますね。絶対に尊皇攘夷だと。もう幕府なんかいらなくね、天皇陛下を置いて、先頭に置いて、天皇陛下の下で、 俺らが尊王攘位っつってもう外国人皆殺しすりゃいいんだうーわーっていう激しい思想なのが長州ですね、はい、だから神武がったりとか知らん幕府いらんって思ってるわけですねだから薩摩と長州の間には亀裂があったんですそして土佐土佐の方ではですね土佐の中でまず分裂が起きてるんですね土佐の中には土佐金納党っていうねグループがいましたこれは武内半平太あの龍馬のねもともと友達ですけども武内半平太が作った土佐金納党です 要は、尊能上位。長州藩に近い考え方を持っているグループですね。尊能上位しようぜ。土佐藩も尊能上位で行くべきだ。長州藩と仲良くすべきだっていうふうに言ってる土佐金納党竹地藩ペタ引ける土佐金納党がいますよと。一方、この土佐藩のメインのね、藩の方の一番の藩主、山路陽道っていう人は、その土佐金納党の竹地の考えに反対だったわけですね。ん尊能上位いや、ちょっと過激すぎるんじゃないかと。 薩摩が言ってる後部合体の方が正しいんじゃないかって言ってるのが、土佐のそのメインの藩の首脳陣ですなわけですね。だから、竹内としてはなんとか、この薩摩と長州に仲直りしてもらって、後部合体って言ってる薩摩を説得して、長州と一緒に上位やろうってね。ここの三つを、もう本当に完璧な尊王上位のグループにして、天皇を祭り上げて、幕府を倒幕してってことをね、やりたいっていうのが、竹内の考えでございました。そんな竹内の土佐勤皇とに協力したのが、あの、 三条三重富でございます。はい。晴天をつけるのが出てきてましたよね。なんかもうすごい勢いで、おじゃるみたいな、おじゃるとは言ってるかもしれないけど、なんで上位をしないでおじゃるかつって、すごい勢いで吉野に対して、上位上位しろよお前つってね、済ました顔してんじゃねえよつって怒ってましたけど、あの奥家さんでございます。はい。三条三重富が、朝廷の中の三条三重富が、竹内に協力するようになります。うん、竹地君の言うこと最もだ。これから勤皇でやっていかなきゃ、尊皇上でやっていかなきゃいけないけど、まあ、薩摩がちょっとなんかブーム言ってるから、 そこで、三条三人が自分と同じような思想を持っているおくげさんの、姉や孝二金ともっていう人に声をかけてですね、一緒に、ちょっと薩摩の力を弱らせようと考えたんですね。薩摩が今力を持ってて発言力高いから、幸福合体、幸福合体って声が大きいわけですよね。その幸福合体って言わせないために、ちょっと薩摩意地悪しようということで、 まず、関白を交代させようということをやりました。この時の関白っていうのは、この家の人がね、関白をやっていたわけですね。関白っていうのは、天皇の右腕みたいな。まず、朝廷の中で天皇の次に偉い人ってね、まあ、ざっくり言うとですけど、まあ、思ってもらったらいいと思います。まあ、この家のね、人が関白をやっていたんですが、この、この家っていうのが、元々薩摩とすごく繋がりがあったんですね。あの、厚姫っていうのも、この、この家の養子に入って、それから将軍に突いでったっていう経緯があるので、薩摩藩とこの家っていうのは、すごく仲がいいんですよ。これはね、もう戦国時代まで遡りますね。あの、 この江先久っていうキリンが黒の中に出てきた奥義さんいましたよね。あのこの絵先は戦国時代にこの鹿児島の方行ってね、薩摩といろいろあの連絡取り合ったりしてるんですよね。自分がその京都追放されちゃった後とかにお世話になったりしてるんですよ。だからもう昔から薩摩とこの江家っていうのは もうががりが深かったんですだから薩摩藩が朝廷の中でも発言力あるのはこの絵が関白やってるからだっていうことで三条三重富と姉が浩次金友はこのこの絵さんを排除して高塚さんっていうねまた別の藤原氏の高塚酒の人を呼んできて関白に就任させましたでもこの高塚酒の人っていうのはもう全然あのなんか自分に自信とかもなくてあビシビシ仕切ってくタイプじゃなかったんですねもう言われたまんまでやりますみたいなだから三条三重富と姉が浩次金友に「あいあしなさいこうしなさいあしなさい」って言われたら「はいはい分かりました分かりました」ってね名ばかり関白だったわけ でございますそんな名ばかりの関白がついちゃったもんだからもう三条三重峠とかね姉屋高知金頭みたいに上「上位上位上位」って言ってる人たちの声がそのまま天皇に届いちゃうわけですよね。 三条三年富は尊皇上位派の操り人形になった関白によって、まあ、天皇もより上位寄りにさせようとしたわけですね。天皇に言ってもらうわけですね。上位でいいですよね。上位でいいですよね。と。これからもう幕府の考え上位でいいですよね。工部合体とか言ってる薩摩の人たちいますけど、もう朝廷の考えは上位、尊皇上位でいいですよねっていうふうに言ったんですね。で、無理やり天皇に、わかったよ。じゃあ尊皇上位で行こう。上位で、あの、幕府には、あの、横浜の港を塞いで、えー、もう船が来たら打ち払うように言ってください。そういうふうに言わせたんですね。 なんでそもそも、この三条三重富とか、姉上寺金友とかが、ね、奥げさんでありながら、上位上位っていう激しい強い素を持っていたかっていうのには、この天中の横行っていうのもね、やっぱ結構あったみたいですね、影響が。まあ、人切り異存とかのね、動画も出しましたけど、そちらで説明したように、この頃天中っていうのが流行ってたんですね。俺たちが正しいんだって思ってる存の上位人たちが、 天に代わってお仕置きをするって言ってね。だ開国しようとかね。工部合体しようとか言ってるような奴らを切り殺すっていう事件がめちゃめちゃ起きてたわけです。まあ、詳しくは、そちら動画見てもらったらいいと思うんですけども、そういう暗殺事件がたくさん起きていて、なんとこの三条三重富の師匠である池内大学っていう人がいたんですけどね、学者さんが。この人も、なんと暗殺されてるんですよ。天中っつって。しかもそんなにね、別に、あの、すごい開国論者だったというわけでもないのに、ちょっとした疑いがかかって殺されちゃったりとかしてるんで、いや、自分マジで、 殺されるかもしれないと。尊王攘夷って言っとかないと、天中とか言ってる暗殺者たちに殺されてしまうかもしれないねいうふうに思ってたっていう節があったみたいです。諸説あるんですけども、この三条三重富の師匠の池内大学を殺したのは岡大蔵と言われてるんですよね。岡大蔵を殺したかもしれないっていうところで、やっぱり土佐金納党に協力しとかないと。自分もあの伊蔵に殺されちまうかもしれないっていう恐怖があったのかもしれないですね。まあ、その 恐怖によって、上位上位上位っていう風に、ああいう風にもう、うわーってなっちゃってたわけですね。まあ相当この時の33人とも言って、もう精神的に疲弊してたみたいですね。もうちょっともう仕事辞めたいですみたいな。まだ20代後半とかなんだけど、もうノイローゼ気味になってて、いつ殺されるかわかんないから、怖い、辞めたいみたいな。ノイローゼ気味になってたらしいんだけど、でももう辞めることができずにですね、もうそんなブラックな環境でいつ殺されるかわかんないって恐怖の中、仕事をしてたみたいなので、まあああいう風に、そんなョイそんなョイってね、すごい強く言ってたんだと思います。さあ、そんな風に関白も交代させて、 だいぶ上位寄りのね、もう世論になってきましたよと。京都の周りはもう上位だ上位だとなってますよと。そんな時に将軍家持が上落してきます。ここにもですね、いかに尊王上位のグループっていうのが強いかっていうのがわかります。この徳川幕府の将軍が、 京都にやってくる、上洛してくるよっていうのは、なんと230年ぶりなんですよ。えー、そうなのそれ前だから将軍でずっと江戸にいて、わざわざ天皇に挨拶することではなかったわけなんですけども、230年ぶりにやってきてですね、で、天皇に挨拶することになったわけです。これは徳川家光以来のことで、しかも、この徳川家光が上洛した際っていうのは、その席時ですね、席の順番が関白より上だったらしいんですよ。だから天皇がいて、将軍がいて、関白がいるっていう。将軍の方が関白より上だぜっていう。 それは家光の時代だったみたいですね。幕府できたばっかの頃。でも、もうこの時はですね、いや、あんたは関白の上に座るんじゃないって言ってですね、関白より下の方のだいぶ低い場所に、この家持ちは座らされたみたいです。だから、それだけもう、尊王上位のパワーっていうのは強かったってことですね。もちろん、この幕府側のね、松平俊徳とかは、いやいや、おかしいでしょってね、将軍そんな下に座らせるんすかみたいなね。おー、失礼だろうがーっていうふうに言ったみたいなんですけど、いやもう三条三人とか何を言ってるでおじゃん。 あ、関白の方が上に決まってるでおじゃる下の方に座るでおじゃるつっ,ってですね、無理やり下の方に座らせた。なんていう話もあります。それぐらい、もう幕府いらねえよって言ってる三条三度の、まあ、公家たちの力強かったということでございます。まあ、そんな中ですね、もう国を起こして上位やっていくぞっていう中で、これは決定します。天皇の行行が決まるんですね。これは、尊王上位を祈願ですね。尊王上位がうまくいきますようにっていう祈願をするために、まあ、この京都とか、まあ、京の外とか、まあ、いろんなところの、 えらい神社というかね、いい神社回って、えー、お願いしますってね、どうか尊皇上位がうまくいきますようにっていうことを天皇が自ら言って、えー、お祈りするっていうね、その行行が決定するわけですね。はい。で、三条三角武たちは天皇に言わせるわけですね。はい、もう絶対尊皇上位で行きますんね、これから尊皇上位で行きます。まあ、確かに天皇は外国人が日本に入ってくるの嫌だなーっていう外国人嫌いっていうのはあったんだけど、積極的に皆殺しにしろ戦争じゃーっていうふうに言ってた、まあそんなイケイケの強い え、意志を持った天皇だったわけではないですね。単純に外国人がもう入ってくるのなんか嫌なんだけどっていう。そういう天皇だったわけなんだけど、もう三条三江戸村にも言わされてですね。もう言え言え言えみたいな。はい、わかりました。じゃあもう上位にしますね。つっ,ってね。えー、もう、まあ、うやっつけてくださいっていことを表明させましたと。はい。そして三条三江戸村、尊皇上位の公家たちっていうのは、ここで大政奉還を目指すようになります。まあ、後に明治維新の前にね、起きてますよね。徳川幕府の政権をね、返上して、もうあの、 それまで幕府、将軍っていうのは天皇から政治を委任されて代わりにやってますっていう。 だからこの世の中の権力のトップにいるように見えてるけど本当は本来は天皇がやる仕事なんだよとそれを委任されてるんだよっていう話だったんだけどそれを無なしにして天皇が全部やってきます神聖ですよねか,かつて後醍醐天皇がやったみたいなそういう神聖に戻そうっていうことをするわけですよねしかしそんな三条三重峠のね思惑とは裏腹にもう天皇はすごく嫌がってるんですよねうわなんかもうすごい上位するとか言わされたし何んだんだあいつらみたいなでも言わないとなんか怖いしなみたいなうわ俺天皇なのになんかいろいろあいつらの ううううううままくこここ思思よにに動かされてててて気に食わわねねねえなって思っるる中ででですすすいいと起きけ清水八幡宮の行,行でございますそれまで京都の、まあ、近くのね神社とかにはもう行行行ってたみたいなんですけども、まあ、この岩清水八幡宮っていうところに行くようになった時に天皇調子が悪かったみたいなんですよあなんかちょっと今日めまいするわみたいなちょっと調子悪いからこの行行ちょっと延期してもらっていいですかっていうね三条三重たちに言ったらしいんですよねそしたら三条三重たちが「いや何言ってんすか?」と今めっちゃ大事な時っすよ尊王上位成功させるには。 天皇の、え、陛下のこの行行が必要なんですよ。行きますよ、岩清水八幡宮にって。いや、ちょっと待って、今日マジで体調悪いから。めまいするから、めまいするにちょっともう、もう勘弁してて。ダメです行きますよ今日って決まってるし、もうみんなにも発表してるしね、今日やるよって盛大に言ってるんだから、ここで延期なんかできないから、はい、行きますよって、無理やり引っ張ってって、カゴにバチ込んで、ね、無理やり乗っけて、はい、行くぞーって。 岩嶋の八幡宮に行ったらしいんですよね。三条三役たちが。なんてことしてんだって、なんて失礼なこと天皇が行きたくないって言ってんのに、いや行きますよって無理やり引っ張って籠にぶち込んで連れてくっていう。まあ、そういうことをやったので、天皇はめちゃめちゃムカついたらしいですね。これが後の8月18日の政変のクーデターの伏線となっていくんですね。さあ、こんな風に天皇を無理やり引っ張って行って行,行くぜってね。籠にぶち込んで連れてくってことができるぐらい、三条三役たち、尊皇上位派の人たちの力っていうのは強くなっていたんですが、 ここからさらにさらに尊王上位派っってていうのはすすごく力を持ってきますここまでの流れを見ているともう絶対にこの後そんなね尊王攘夷っていう長州たちが潰れるなんていうことは想像できないんですけども一体何があったのかぜひ後半もね見てみてくださいそれでは後半いきましょうさあそんなふうに天皇の意思に反して無理やりね引っ張ってって籠にぶち込むぐらいすごく力を持っている尊王攘夷派ですがさらにさらに力を持っていくという出来事が起きます。 ままずははこれでですすね姉や金友の暗殺でございます、はい先ほども少しお話しできましたけども尊王攘夷派のお公さんで姉や金友っという人がいたんですがこの人がなんと暗殺されてしまう、ね、天宙を食らってしまうという事件が起こるんです。えなんでね。尊王攘夷派で関白をねその薩摩と仲良かったこの駅から自分たちを言いなりになる高須賀塚に変えるっていうことをやった功労者なんですよね。その金友がなんで殺されるのってことなんですけどもこれにはですねこの姉王攘金友の心変わりっていうのが、ね、あったみたいです。この時 もう海外からいろいろもう迫られて、無理やり港を開ける、開けられるみたいなね、ことが起きてたんですよね。で、兵庫の港も開港するよっていう話になってました。それを、まあ、孔明っていうのはすごく嫌がってたんですよね。だって兵庫って京都から近いじゃん、怖いな、怖いな、つって開けないでほしいな、みたいになってたわけですね。で、姉がこうじ金もちろん、いや、そうだ、兵庫開けるのはなしでしょう。 京都から近すぎるでしょうってね。いうふうに言ってたんだけど、そこに勝海舟が現れるんですね。勝海舟が現れて、いや、金友さん、そうは言いますけど、今はちょっと港開かないとまずいんですよ。海外も強いですからね。でも、その、海外が攻めてくるかもしれない。外国人が入ってくるの怖いよって思うの分かりますけど、一回僕と一緒に、兵庫の港見に行きましょう。どれだけしっかり防備が整えられているかっていうのを見てもらえれば、さすがにこれ開港しても、いきなり攻めてこられるってことはないなって分かってくれると思います。一緒に行きましょうって言ってですね、イギリスから買ったね、純道丸っていう蒸気船に。 この姉がこう金とも乗せてですね、勝ツカは一緒にこう、港を回ったんですねで。こんな立派な蒸気船が日本にもね、 やってきたわけですよ。海外と貿易したから。こんな蒸気船が日本にもあるし、ね、大砲とかもしっかり装備されてるし、港大丈夫でしょ開国しても大丈夫でしょう金友さんっていう風に、ね、説得したんですね。勝海舟が。そう結果、金友は、うーん、確かに海舟の言うこと一理あるかもって言ってですね、それまで絶対に兵庫の港開けないっていう主張だったのをちょっと軟化させてですね、まあ、開港は大丈夫かもしれない。おかげでね、あんな蒸気船っていうでかい船も変えたんだから、うん、開港するのは意外と悪くないかもしれないなっていう風にに、穴工事金友の考えが変わってしまったんですね。 それを知った、尊王上位の人たちが、はぁ金友さんおかしいでしょってね。何勝つ会社に騙されてんですかってね。まあ、金友は自分の目で、あの、蒸気船とか見てるから大丈夫だって思ったかもしれないけど、まあ、尊王上位の人たちはよく分かってないわけですからね。いや、なんか、騙された心変わりしちゃってるよ。ダメだ。殺そうって言ってですね、極端だなんて話なんだけど、尊王上位の人たちに命を狙われて暗殺されてしまうということになります。まあ、これで、 金友が殺されてしまったわけなんですけども、まあ、それでなんで尊王上位のね、パワーがさらに上がるのっていう話なんですが、ここでやらかしてしまったのが、人切り新兵衛こと田中新兵衛でございます。これは別の動画でね、詳しくお話ししていますけども、田中新兵衛っていう人が、この姉や小路金友を切ったんじゃないかっていう疑いがかかるわけですね。この田中新兵衛の出身が薩摩だったんですよね。薩摩藩出身の田中新兵衛が姉や小路金友を殺した。それってどういうこと薩摩藩おかしいですよね。 いうことですね。あんたは、神武合体、神武合体というか言ってたけど、奥公さん殺しましたね。っていうことは、何幕府で、やっぱりこれからやっていこうと思ってるってことじゃねえかってね。ふざけんな薩摩。もう、もう我慢なるね。お前たちはクビだって言ってですね。それまで、京都をね、門の警備とかを薩摩藩任されてたんだけど、その仕事も解かれてしまってですね、もう京都から半ば追放されるというようなことになるわけです。神武合体を唱えていた薩摩が政権から脱落することになります。もうこうなったら、 尊王上位やめた方がいいよって言える藩はいなくなってしまったわけなんですね。はい。薩摩藩が脱落したことによって、よりさらに尊王上位のグループの力を増すことになります。だから、もう、この時点では、絶対に政変なんか起きなさそうですね。もう絶対このまま尊王上位で、あ、もう外、外国とこれ、戦争起きちゃうぞって。実際に、あの、吉信とかは、あの、戦争しろって言われてるんですよね。あの、異国の船やってきたら大砲ぶち込めよって。で、勝海舟も、あ、もうダメだって。薩摩藩いなくなっちゃって、 もうこれダメだと。金ントさんも殺されちゃって、せっかくね、説得したのに。ああ、もうダメだ。これもう戦争なるわと。でもしょうがないな。どうしようもないわって。なって結構諦めてたっていうね、話もあるみたいです。もう無理だっていう。だから本当に、政変が起き,らなく起きなければ、日本と海外の全面戦争っていうのが起きていたかもしれないんです。そんな、そんな状態でさらに追い風が吹くんですね。面白い人物が現れるんですね。今南光って呼ばれた、 牧泉の神という謎の人物が現れるんですね。この人もね、めちゃめちゃ面白いんで、いつかね、詳しく話したいなと思うんですけども、今南光っていうのは、楠木正成のね、ことですね。こなんていうの。楠木正成。かつて、五代醐天皇に味方して戦った、そんな楠木正成みたいな尊王の志士だっていうことで、まあ、今南光ってね、呼ばれてるわけなんですけども、大物の志士でございます。こいつが現れて、三条三人とに出会うんですよね。この、牧泉の神ミノカミはね、すごい、ね、かなりぶっ飛んでる人なんですけど、 もともとはね、久留米藩っていう、まあ福岡の方にある藩の出身だったんですけど、この久留米藩を出てですね、水戸に行って水戸学をめちゃめちゃ学んだんですね。だから尊王上位。まあこれを水戸学のね、動画出してるので、詳しく知りたからそちら見てもらったらいい分かると思うんですけども、水戸学っていうのをにゃーって学んで、もうビキビキのバキバキの尊王上位の頭になってですね、こういうことを言ってたみたいですね。今の日本の奴らはたるんでる。平和ボケしてんだと。ね。もう太平洋の,の中はずっと江戸時代続いてきたから、平和ボケしてんだと。ダメだと。 でも、その心の奥底には、山と魂っていうのが眠ってるから、ひとたび目を覚ませば、日本の侍たちは最強の戦士になる。だから、あいつらを目覚めさせなきゃいけないんだっていうことを言ってたんですね。その、日本の侍たちを目覚めさせることこそが、尊王上位なんだ。海外との戦争なんだってことを言ってるんですね。ショック療法で、日本人たちを目覚めさせようってことを言ってる、ちょっとやばい奴なんですね。やばい人なんです。はい。で、 海外と抗議しますよね。でもし負けたとしても、ね。もし負けたとしても、その敗北によって我々は目が覚めて、そのうち勝てるようになってね。かつて中国のね、高層、流邦だって、最初は高吾に負けたけど、やがて立ち上がって、ね、漢王朝を作りましたよね。そんな風に一度負けても、そこから立ち上がれば、絶対に強くなれる。 だからこそ尊王上位なんだ。勝つとか負けるとかじゃない。まずは戦うんだ。戦ってお前たち、目を覚ませっていうことを言っていた、やばい思想家。それが牧泉の神でございます。この牧泉の神と三条三重富が出会ったことで、さらに尊王上位は、今日の尊王上位っていうのは、さらに盛り上がってくることになるわけです。ここで、よし、もうやるぞ神聖の栄雄実現だってことなんですよね。まあ、要は大政奉還ですね。神聖の聖っていうの。この聖の字は、聖位大将軍の聖です。 だから、正位大将軍っていうのを、もう天皇がやっちゃいますよ。徳川に任せるんじゃなくて、もう正位大将軍って仕事いらない天皇はこれから引いてくっていうね。それを実現させるぞああなんて、かなり勢いづくわけですね。だってもうね、薩摩藩いなくなった。そして今何個、牧泉守が味方になった。そしてもう、うん、誰も邪魔する奴がいない。いけいけよーしこれでもう、神聖のエール実現だはい、もう絶対戦争なる。もう絶対この後、 アメリカとかイギリスとかと戦争になっちゃうよっていうところで動いたのが天皇でした。天皇は、いや待って待って待って、俺確かに海外の人たちに入ってきて欲しくないとは言った。異国人怖いから来て欲しくないとは言ったけど、戦争しろとまでは言ってないですやん。お前らどんだけ発想がぶっ飛んでんだよと。飛躍しすぎだろうと。あかん、マジでこのままじゃ戦争になるぞと。ここで天皇は、この京都からもう ね、実質追放されてたような薩摩藩に助けを求めるわけですね。おい薩摩ってねやっぱり後部合体じゃなきゃダメだよあいつらぶっ飛んでるよなんか一回負けてそのショック療法で目覚めさせろみたいなぶっ飛んだこと言ってるよあんなやつに任せたらやばいよ薩摩助けてくれって薩摩に助けを求めましたそして運命の8月18日の前にですねこの日がやってきます8月13日大和行幸でございます、はい、それまで今日の中でねその行幸をねやってましたよね天皇は。 上位がうまくいきますようにってことね。まあ、やらされて,てましたよね。半ばやらされてたんですよ。体調悪いですって言っても、無理やりカゴに詰め込まれて連れてかれるみたいなね。で、その行事がさらに拡大して、今度はヤマト、つまり奈良県ですね。まあ、奈良はお寺とか神社とかいっぱいありますから、大和にも行って、えー、じゃあ上位のね、祈願しましょうねってことを3三三た年と決めちゃうわけですね。ここでもう天皇はも我慢ならないわけですよ。はあ、また行くんかい。あの時、ちょっとめまいするからって言って断ったのに無理やり連れてきやがって、またチンをね、このヤマトに無理やり連れていくかと。もう我慢なんね。 やるしかないって言ってですね、8月18日、運命の日に、それまで声をかけていた薩摩、そして、あの、新選組とかをね、抱えている、京都守護職であった合津藩のね、松平塊とかにお願いしてですね、クーデターを起こしました。薩摩と合津の兵士たちを持ってですね、こう、バーッと京のこの五所囲んじゃうわけですね。はい。そして、三条三人たち、そんなお上位だーって言っていた激しい思想を持っていた公家たちが、天皇がいる五所に三大できなくしたんですね。 言ったらですね、よし、今日行って、もう、あの、体制を奉還させるとおじゃるよーって言ってもう、のんきにですね、こう、天皇の御所に行ったらですね、三条三年飛たですが、バババババって立ってるわけですね。新選組とか、うん、あの薩摩の兵士たちがね、バーンって立ってるわけですね。な、なんでおじゃるかお前たちはーってね、三条さね飛びでおじゃるぞーって、門を開けようって言うんだけど、誰も開けないんですね。いや、もう、尊王上位派の人はじゃあ通すなと、天皇から言われてますって言ってね、なん、なんじゃとーってね、わしらの、わしらの今、尊王上位のグループがどれだけ強いか分かっとんのか、お前らーってね。 いや、もう天皇が言ってるんで、ね。で、その、尊王上位の人たちも、天皇が、天皇がいるから、天皇は外国人嫌いだから、そう、上位、上位って言ってるから、尊王上位っていう活動ができてるわけですよね。大義名分がなくなっちゃったわけですよ。でも我々の一番のトップの天皇自体が、もう嫌だ、もうお前らやめてくれって言ってるから、何もできなくなっちゃうわけですね。どんだけ力強くても、どんだけ賛同者がいても、だって、天皇、ね、 建てって、そして、政権やってこうって言ってる人たちのリーダーの天皇が嫌ですって言ってるんだから、もうどうしようもないですよね。その結果、三条三闇民たち、七人のね、区家が、この都から出ていく、七教落ちというね、ことが起きてしまいました。この、公家がね、今日追放されるっていうのはもうすごく大きい大事件でございますからね。 この七教落ちによって、もうこのバックボーンがなくなってしまった長州藩、そして土佐の土佐金納党の人たちっていうのは、もう力を失っていくことになります。はい。で、このね、釘たちは、あの、長州藩に行ってですね、長州の方について行ってですね、まあ、後に明治維新の時にまあ復活してくるわけなんですけども、まあ、この時は完全に京都から排除されてしまいました。こうしてそれまでも、あわや戦争になるんじゃねえかっていう、もうピリピリの状況だったっていうのが、この8月18日の政変によって、大きく変わることになったというわけでございます。だからこれは、 もちろんその自分がね、もう好き放題やられてムカついてるっていうのもあったと思いますけど、まあ、孔明天皇のファインプレイですね。最後までね、こいつら三条三人飛びちの公家たちにですね、まあ、いいように扱われてたら、本当に戦争になってたかもしれないわけですからね。こうしっかり孔明天皇が自分の意見をね、言ってくれる天皇で本当に良かったなと思います。さあ、そして、この8月18日の政変の結果、マトの方ですね。 この天皇が行幸に行こうとして大和の方ではもう一つ事件が起きてしまうんですね。それが天中組の放棄と惨敗でございます。はい。この天中組っていうのは、土佐の脱藩老子を中心とした尊皇上位の過激派たちですね。だから、聖天大月の渋沢栄一たちと一緒ですよ。尊皇上位だって言ってすごく思想がバチバチで武器とかも集めてる人たちですね。天中組っていうのがいて、で、天皇が大和にね、やってくるよってことを聞いてたわけだから、よし、じゃあ俺たちが、 ね、この尊王上位の先方として、天皇をお守りするぞって、ね、大和にやってくる。天皇たちをお守りするぞってね、もうすごい意気揚々でウキウキやったわけですね。天皇がやってくるぜってね、俺たち尊王上位の老子たちが、天使様をお守りするんだイエーイって盛り上がってた時に、この政変が起きて、この、もちろんこの行行も中止になるわけですよね。なくなりました。はい。だから、切れちゃうわけですよ。はーって、おいおい、俺たちこんなに頑張って準備してよ 一大イベントですからね、これは。実際その三条三江たちも、この大和の行行はもうすごい大々的にやって、もう盛り上げようと、尊王上位の大パレードみたいにしようとしてたらしいので、めちゃめちゃ天中組ももう生きてたわけですよ。うわ、楽しみだなってそれがなくなったから、ふざけんな俺たちが楽しみにしてたイベント潰しちゃって、幕府ぶっ潰せって言って、ついに放棄してですね、幕府軍と戦うことになるんですよね。なんとその数千人は超えていたそうです。千人もの人たちが、やるぞって言って尊王上位のね、えー、兵を多くしたわけです。拒兵したんです。でも結果的に、 幕府のの兵たちによってこの天組は惨敗してですね、まあ、ほぼほぼ見ながらしにされるぐいいボロ負けしてしてまいます、はい、これで天虫組がもうボロ負けしてあもう尊王攘夷じゃないんだっていや時代尊王攘夷じゃなかったんだなってねいうことはわかるわけですねだってそれまでねこの牧泉の神とかもいやもう幕府の侍とかはもうあのダメなんだって、ね、平和ボケしててもうダメなんだっつってねだから一回ボコ負けして「食糧法で大和魂取り戻せ」とか言ってた。 のに、その、ね、ダメなんだって言ってる、幕府の兵士たちに、尊王上おって言ってる、天獣組はボロ負けしたわけですよ。あれあれ話しちゃうやんってなって、もう世の中の、え、もう時制っていうのは、尊王上おじゃなくなったよ、という話でございます。まあ、この他にもね、いろいろ、え、馬鹿戦争だったりとかね、撮影戦争とかそういうのも大きく影響してくるんですけども、まあ、こういうことがありましたと。そして、こんなことがあったからこそ、あの、小高長七郎も、渋沢栄一たちに、ダメだそんな無謀な、横浜焼き打ちなんかやめるんだ。 いうことね。言ったわけですよ。だって、渋沢一茶ちゃん武器集めて、俺たち69人もいるんだぜもっと声かけたら100人は超えるぜよっしゃーとか言ってたのに、天中組1000人いて負けてるからね。お前ら、 1000人で天地軍負けてんだから、100人そこらでお前、勝てるわけねえだろ、やめとけって言って、やめさせたということだったんですね。はい、やっぱこれだけのことを、ちゃんと知っていれば、確かにこのタイミングでも、尊皇上位、ね、横浜野球打ち計画なんていうのは無謀だってことにわかると思います。でも、英一たちはそれを知らなかったから、あんな無謀な計画を立てたというわけですね。はい、本当に小高長一郎が京都へ行って、この8月18日の政変の天末っていうのを知っていたというのは、 本当に大きい大きい財産でしたよね。はい。まあ、小高長一郎は、県の達人で、すごく剣の腕も冴えてたけど、まあ、頭もね、すごく良かったんですよね。あの、順序の弟ですかね。昔から勉強もしてて、まあ、剣も強かった人だから、まあ、この実情っていうのはよくわかっていたということでございます。さあ、8月18日の政変、お分かりいただけましたでしょうか。またね、何かわからないことがあれば、ぜひコメント欄に書いてみてください。そして参考文献とかもね、概要欄に書いておきますので、興味ある方はぜひそちらも読んでみてください。さあ、そして次の動画ではですね、横浜野球打ち計画を中止させた、 小高長一郎その人となりについて詳しくお話ししたいと思います聖天をつけ登場人物解説でございますねそちらもぜひお楽しみということでまたお会いしましょうさらばじゃ